しっかりトレーニング積んで、今度ホーム開幕だよ。いい、それにみんなで準備しましょうかな。お疲れ様でした。はい、頑張りましょう。Thank you.
してクロスが上がってきます。こぼれてきました荒木、溜めて柔らかいパス、マンシャライト、ついに先制点を取りましたヴァンフォーレ甲府。セットプレーの流れから最後はエドアルド・マンシャ、いや完璧なボールが荒木選手から入りましたし、まあ、マンシャ選手がね、まあ、そこにパスが来た、アダユートン、後ろから三平、パスにして木村、左足、新加入木村が決めました。甲府追加点0対2。いやちょっとしたミスからでしたかね、まあ、宇高選手が、いやこういうミスをすると、この宇高選手のもう大胆な運び、はい、まあ、ここにねアダユートン選手がしっかりついてきて、まあ、この後ね三浦選手がよく木村選手見てましたし、これはねさあ素晴らしいコースにね、あの得意の右足ではないですけど左足でよく流し込みましたよね。三浦選手もよく見てますよね。あちょっと苦しいゲームだって、苦しいゲームだったけど、これでやっぱ勝ち点3を取っていく、前半ゼロで勝ちして点を取って入ってくる、これまた向こうのみんなと一緒にやっていこう、次のゲームまた大事だぜ、OK、お疲れ様、はい、タクトは1つで取るけどさ、普通は 点取ったらアシストした人のとこに普通行くんよ。わかる。普通はね。でもお前多分あんまり点取ったことないから分かってないと思う。普通は点取ってこっち行くじゃん。そのアシストしたとこに行く。ナイスナイス。それは、まあ、セオリーだから。また怒られてる。また怒られてるみたいな。戻って全然ダメだったって言ったら、本当にファンの皆さんとあれだと思うので、またいい準備して、フランス勝てるように頑張っていきます。Thank you.
声でかい、相手より声でかい感じで応援してくれてありがとうございます。イエーイ、みんな最高だー。もう一回シャーやって、もう一回やって、シャー、シャー、もう一回やって、シャー、うん、最後、最後やって、それでいい、それでいい。ゼロで帰ってくるとか、単純だけどそれをまたやっていきましょう。で、向こうで待ってくれている仲間と、しっかりトレーニング積んで、今度ホーム開幕だよ。それにみんなで準備しましょうかな。お疲れ様でした。視点が、まあ、課題となるんですけど、そこがしっかり次の試合がないように今準備しないといけないと思います。ボンシャンシ。バモーストリーポイント。行こう。